ロボットコンパイラまたはロボットコンパイラ装置とはロボットを設計、生成する技術、システムの一種である。これらを用いない場合より相対的に高水準の仕様やモデル等のデータソースからロボットそのものやロボットの設計資料を生成する。ソフトウェアの分野におけるアセンブラと比較した場合のコンパイラと同様に従来からあるロボット設計、 制作手法よりも設計、製作者に要求される最低限の専門知識、技能が少なく、指揮が低いため、設計、制作にかかる時間、労力もはるかに少ないというメリットから、設計、制作の一般化やコストダウンが主要な目的に含まれる。二0 1九年五月七日現在における日本語訳では、装置の語が使われているケースが確認されているものの、 翻訳前の英語には装置に相当する単語は含まれておらず、むしろソフトウェアシステムを指すケースが存在する。また、コンピュータ科学の分野においては、いわゆるボット等のロボット自体がソフトウェアであるケースも存在する。このため、装置と付いているからといって、ハードウェアと限らない。2019年現在、ロボットコンパイラの用語でカテゴライズされた商品。 あるいはそれらの技術が応用された製品は日本国内において一般流通が確認されていない。しかし、用語にこだわらずロボット構成要素の専門知識を持たない低い専門家でない人間でも仕様やモデル等からロボットをオンデマンドで生成するシステムという概念や前述の目的等を備えた技術やシステムとして考えた場合、日本国内においては 古くから優勝無償を問わず流通しており、一例としてロボットコンストラクション RC、1993年タイにおける AI ロボット製作、アーマードコアシリーズにおけるアセンブル等が挙げられる。2019年5月7日現在は日本の輸出管理関連法令において直接規制することが始まっていない。しかし、2019年8月13日から、 段階的に施行される予定の米国国防権限法2019において進行基盤技術の一つとして規制対象となる方向で検討が進んでおり日本においても米国法対応の観点から注意が必要である。ただしその一方貿易管理上の定義や規制対象となるスペック等は公表に至っていない。ありがとうございます。